ものづくりの町、東大阪市。高い技術を誇る企業は東大阪の大きな財産です。しかし今、ものづくり企業の人材不足や事業承継が問題となっています。今回はこれまで培われてきたものづくりの技術や文化を次の世代に継承していくために推進されている取り組みをご紹介します。先人たちが培ってきた職人の技術や文化を継承し、それをたくさんの人たちに伝えていく東大阪のものづくり企業は、そんな気概にあふれています。その一つがこちらの企業です。東大阪市荒川にある老舗人形メーカー、松吉人形。昭和35年の創業以来、格調高い手作りの人形にこだわり、国内外を問わず多くの人に愛される人形の制作を続けています。松吉人形代表取締役社長で、自身も節句人形工芸士の小出美智子さんに人形の魅力についてお伺いしました。やっぱりこう、私はお人形って言ったらひな人形っていうイメージがすごくあるんですけど、はい、雰囲気が全然違うものもありますけど、お衣装の柄って何か意味があったりするんですか？そうですね、ほとんど全て吉祥文様という縁起のいい文様なんですね。吉祥文様、吉祥文様。例えばここにある松は、はい、松はですね、常緑樹でありますし、もう絶えず青い葉をつけているということで、はい、で縁起がいい松竹梅とかも一番上に来てますけれども、まあ、そのような柄生地をお衣装に取り入れてますし、こちらの方もですね、鳳凰というですね、随鳥と呼ばれるものがデザインされている生地を使ったお衣装となっています。こう飾られてて綺麗だなって見るものっていうイメージがありましたけど、もうなんか近くで見れば見るほど奥深いですね。ありがとうございます。本当にパッと見た時の綺麗とか可愛いと思っていただける、その第一印象も非常に大切にしていて、だからこその作り込むですとか、丁寧に一つ一つ、はい、作業を重ねていくというところはあるんですけれども、まあ、それとはまた別によくよく見てもやっぱりいいとか、はい、よくよく見て分かったことがたくさんあるっていうご感想は非常に嬉しいです。作っているものとしてお買い求めいただいて、お家に届くおひな様も本当にその方の一つのおひな様なので、まあ、それがいい状態といいますか、はいはい、一つ一つがきちんとできているっていうことを念頭に、はい、先代の教えを守りつつ作っています。やっぱり見えないところこそ作り込んでいるというか、はい、そこに工夫をしっかり凝らしていると全体的な完成度とか完成日が、うん、はい、上げていけるように、はい、それを目指してやってます。あとね、私さっきびっくりしたんですけど、パンダの子がいますよね。はい、じゃあこちらにいるんですけれども、見せてもらってもいいですか？はい、まあ柄でパンダ柄もあったんですけれども、かわいい、せっかくなのでしっかりかぶらせて、真面目な顔してかぶってます。なんか松吉人形のお人形ってすごい遊び心ありますね。そうですね、職人さんのお仕事の中には、はい、楽しんで作っている部分も非常にありますので、学生っていうか、もうこの本がもう本当、私こういうの大好きなんですよ。このびっくりした。歓迎してます。何ですか？これ鎧ロボットで。何ですか？どういう？これは昔会社の近くにあった遠隔操作の会社さんとコラボしたもので、はい、ご飯屋さんでですかね、はい、まあ、社長さん同士、まあ、父と向こうの社長さんとなんか盛り上がって面白いものを作ろうって作ったものです。お父様もやっぱ遊び心のある方やったんですね。そうですね、で楽しいこと大好きだったので喜んで、はい、作ってました。めちゃくちゃびっくりしました。別バージョンもぜひ。いいですか、はい、出陣。いざ出陣じゃ。
だんだん可愛く見えてきました。そうですね。ちょっと頑張ってる感もね感じて、はい、こういったロボットだったりで、そのさっきのパンダ柄だったり、はい、いろんなモチーフのものを作ったりとか、はい、そういうののこう原動力になるものとかってあるんですか？作ることがやっぱり楽しいので、で作ったものをやっぱり皆さんに届けたいっていうこともあって、過程も楽しいですし、出来上がったものを見ている皆さんが、まあ、驚いたり喜んだりしている、そういう様子を見るとさらに、はい、幸せな気持ちになります。確かに、はい、もうあのやっぱり作り手側が楽しんで、うん、作ってるっていうのが分かるので、はい、なんかよりこう見てる側もすごいウキウキします。ありがとうございます。より良いものをとか、より楽しいものを突き詰めて作っていくっていう方が多いので、はい、まあ、その気持ちに非常に支えられながら、はい、この東大阪の地でずっとあのお人形を作っておりますので、工房の中も見せていただきました。今ちょうどね、あの皮膚の生地を切ってますね。皮膚の生地、お子さんが着る、おひなさんを買った人がその前で着る裏地を切ってます。裏地、はい、うわーすごいですね。え、ちゃんとこのあんこ挟まってますよね。あんこ挟んで貼りますね。うわー、幅が全部一緒ですね。そうですね。でこう同じ分ずつ変わっていくように着せてると。はい、そうです。で形を作る大事な作業ですね。あ、これも全て職人さんの手加減、はい、力加減で同じように仕上げていかれるので、皆さん一工程一工程がめちゃくちゃ丁寧ですね、うん、ね。ただ恐ろしい速さで皆さんやってらっしゃるんですか？さっと何気なくされるのも、はい、技術があるがゆえですね。我々のところはもう分業ですので、あのそれぞれの作業をされる方がそれぞれの、まあ、難しい点とか、それから気をつける点とかっていうのがあります。でやっぱり衣装でしたら衣装の、あのやっぱり綺麗に縫う、ちゃんと縫うっていうことも必要ですし、まあ、あの裁断もそうです。だからそれぞれの、あのに携わる職人さんの、やっぱり気持ちっていうものがみんなここに集約されてますので、それぞれの職人さんたちの本当に気合い入れて作ってるやつに、まあ、負けないようにというか、それを生かすように形を作るというのが、まあ、難しいところでもありますし、はい、あの心がけてはやっておりますけどもね。東大阪市内の企業では職人が減ってきています。機械化が進み人手がかからなくなってきたことも一因ですが、ものづくりへの関心が薄れてきていることも考えられます。そこで次世代を担う子どもたちにものづくりを体感してもらおうと行われているのが、ものづくり体験教室です。2002年から NPO 法人東大阪地域活性化支援機構が市の委託事業として実施、市内のものづくり企業15社が講師として市立小学校の児童を対象に出前授業を行い、ものづくりの楽しさを伝えます。松吉人形も講師を務める企業の一つ。この日は会社からほど近い荒川小学校での出前授業です。桃の節句が近いこともあり、ひな人形を作ります。ハサミと型紙を使い、おひな様、お代理様の胴体、衣装を作っていきます。生地はおひな様と同じ生地を使っています。今回の出前授業は6年生が対象。ハサミの扱い方にも慣れているので、作業はスムーズに進行しているようです。皆さんが書いた木の部分を隠すように今から貼っていきましょう。ちょっと難しい作業も手元をスクリーンに投影したり、職人さんが分かりやすくサポートしてくれたりします。児童たちはプロから本物のものづくりと伝統を学んでいました。
目を輝かせながらひな人形作りに取り組む児童たちの姿に、この事業を実施している NPO のスタッフも手応えを感じています。松吉人形さんはもう本当に長年やっていただいているので、授業の段取りがすごいいいのと、あと6年生なのでとてもみんな手際がよくって、さすがやっぱり6年生は大人に近いなと感じました。製造業に携わる職業としてそれを選択するっていうのには、やっぱりいきなりそこに飛び込むっていうのはね、よっぽどそのお父さんがやってたとか、もともと何か作るのが好きっていう子に限られちゃうかなと思うんですけど、東大阪の場合は本当に近隣にそういう企業さんがいて、こうやって作るっていうことも経験できたりするので、そういう意味では非常に製造業に携わることに対するハードルが低くなってるんじゃないかと思ってるんですね。なのでそういう意味で小学生にこれをずっと受けてもらうっていうのは意味が大きいと思ってます。創造的になってもらうっていう意味ではすごくいいなと思ってて、自分で手を動かすとか、道具をどう使うかとか、それ先生がどういうふうに教えてもらうかっていうのを経験してもらうのすごく大事なことだと思ってるんで、やっぱりできるだけ多くの子に体験してもらいたいなと思ってます。児童たちのオリジナルひな人形が完成しました。どれも表情豊かなおひな様ですね。なんか可愛く描きたかったから、ちょっとどういう感じにしたら可愛いかちょっといっぱい考えました。愛着湧きます。可愛いです。地域が元気になったらこれでいいかなって思います。本当に人形を作ってる人はもっと難しい細かい作業をしてるんやなと思うと、本当そういうすごいなと思いますね。王冠もちょっと難しかったけど、頑張って作りました。本当に作ってる人の気持ちが知れてよかったし、ちょっと不器用で難しいところもあったけど楽しかったです。道具の使い方を学び、作る楽しみ、完成した時の喜びを実体験できるものづくり体験教室。この貴重な体験が職人への道を志すきっかけになるかもしれません。ものづくり のそういうなんていうんですかね、イベントだったり、他のものにもいろいろ参加されてると思うんですけど、やっぱりそういう伝えたいっていう気持ちはあるっていう感じですか？そうですね、ものを作ることは楽しくて、工夫が自分なりにできることがあるということと、あと作られているものをこう大切に思う気持ちも、はい、つながっていけばいいなというふうに思っています。作ることの楽しさだけじゃなくって、意外と自分向いてるんじゃないかとか、こういう作業嫌いじゃないっていうふうに思っていただくと、そういう思い出とかがなんとなく残っていて、大きくなった時にいざ職業を選んだり、そういう時に昔そういえばこういうことがあったなとか、もしくはそれがきっかけで何か作ったり、自分で制作しているっていう趣味になっている子もいるかもしれないと思うと、こういう機会は絶えず与え続けるというか、やり続けていきたいなというふうに思います。今の世の中はいろんなものでも溢れてるし、で何でも早くできたりとか、調べてもすぐに分かったりっていう、そういう時短なもので溢れてるんですけれども、手をかけて思ったように想像力を働かせて作るっていうことの楽しさとか、それでいろいろ可能性が変わっていったり広がるっていうことを、そういう喜びを感じていただけたらなと思うので、自分自身もそういうものを作るっていうことは楽しいことっていうふうに思っているので、その気持ちが少しでも伝わって広がってでつながっていったらいいなっていうふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。体験という無形の財産を通してものづくりの DNA を継承していきたい。地元企業の思いが未来のものづくり職人へと届けられ、東大阪の活力につながっていくのです。